こんにちは、タスカム応援 VTuber ロコアスカです。今日はタスカムのライブ配信用オーディオインターフェース、ミニスタジオクリエイター US42B をご紹介します。ミニスタジオクリエイター US42B はライブ配信を音で楽しくする機能がたくさん詰まったオーディオインターフェースです。今日はロコがミニスタジオクリエイター US42B の魅力をご紹介します。まずは本体から。マイク入力は本体上部に XLR が2つ、本体正面にミニジャックが1つあります。この XLR 入力はコンボ端子といって、真ん中の穴にはギターも入力できます。弾き語り配信にもおすすめです。ライブボーカルで定番のダイナミックマイクや、歌ってみた配信や、録音に人気のコンデンサーマイクも使えます。さらにチャンネル1はイヤホンマイクやゲーミングヘッドセットも使えます。チャンネル1、チャンネル2はそれぞれ個別にボリューム調整が可能です。このつまみはスピーカーアウトのボリューム、お隣はヘッドホンやイヤホンのボリュームです。このボタンはミニスタジオに接続した音声のオンオフを切り替えることができます。オンの時は配信に音声が乗ります。このボタンをオフにすると配信に音は乗りませんが、ヘッドホンから音を聞いてチェックできます。配信中に咳やくしゃみが我慢できない時にミュートできるので便利です。このスイッチはループバックのオンオフの切り替えです。ループバックをオンにするとパソコンの再生音を配信に送ることができるので、歌ってみたやゲーム実況におすすめです。オフにすると本格的な音楽制作にも使えちゃいます。プロツールス、キューベース、ガレージバンド、ケークウォークバイバンドラボなど主要 DAW ソフトの動作も検証済みなので安心して使えますね。またミニスタジオのループバックをオフにした時にはクリエイターモード以外にも様々なモード設定が可能です。トーキングモードにすればオンライン会議などテレワークにもおすすめです。そしてミニスタジオのおすすめポイントをどんどんご紹介します。ポン出しでテレビやラジオなどのように効果音を入れたり拍手を入れたり BGM を流すこともできるんですよ。音源をセッティングスパネルにドラッグ&ドロップするだけで簡単に設定できちゃいま す, す, いです、ね、さらにこだわりたい場合は音源のフェードインやリピートの設定もできるので、ラジオ番組のような演出がこれ一台で可能です。ミニスタジオは配信を面白くするエフェクトが全部で5種類。セッティングスパネルでかけたいエフェクトを選んでエフェクトボタンを押すだけ。今日はこっちのゲームをやっていこうと思います。俺の声に惚れちゃった？隊長、隊長、こちらロコアスカです。やっほー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 チョッパー。特に VTuber に人気なのがメール、フィメールですね。ここぞという時にエフェクトボタンを押すのもおすすめです。歌や楽器演奏の配信にリバーブをかけることで、まるでコンサートホールで歌っているみたいな臨場感が出ます。ミニスタジオは本体のつまみで簡単にリバーブをかけることができます。リバーブの種類もホール、スタジオなど5種類用意されているので、曲に合わせて選んでね。 US42B は iPhone や iPad にも対応しているので、スマホでも簡単に高音質で高クオリティの配信が可能です。特にリバーブやエフェクトは iPhone にも対応しているので、ショールームやトピアなどのカラオケ配信でリバーブを使ったり、ボイチェンをかけたり、パソコン同様配信を音で楽しく盛り上げます。 iPhone でもミニスタジオを使って他のライバーに差をつけちゃおう。その他にもステレオとモノラルの切り替え、映像と音声の遅延を補正する USB ディレイ、トークの際に簡単に BGM を下げるダッキング、プリセットを保存するシーンメモリーなど、ライブ配信に便利な機能が満載。皆さんも今日からミニスタジオでラ
ライブ配信を楽しんでね。配信をもっと楽しく、もっと高音質に。タスカムミニスタジオクリエイター US42B、ロコアスカでした。